はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの4問ね、やりますので、まずここで1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、比例反比例の単元なんですが、これは本編の中1の数学でも取っている問題なんですけど、1番3番は式を作ります。で、2番4番はその式を作ってもう一歩踏み出す感じの問題です。で、全体的にここが苦手な方は、まず1番と3番を絶対解けるようにしてください。そっちが先です。いいかな？ただ、ここのポイントはもうね、これです。まあ、前のね、動画でもやりましたけど、こっちが来ますね。比例といえば、y イコール ax だよねって。で、ちょっと同じ色で申し訳ない。反比例といえば、まず覚えてほしいのは、y イコール x 分の a です。基本的にこの二つは絶対に覚えます。比例反比例の単元だったらね。比例といえば y イコール ax。反比例は y イコール x 分の a です。で、a のところが比例定数といって数字が入ります。ただ、反比例はもう一個ちょっと踏み出してほしくって、このね、これを形を変えただけなんだけど、a イコール xy っていうのも覚えておくと計算が楽できます、結構。これはね。だからぜひ覚えておいてください。で、それを踏まえてやっていくんですけど、例えばね、1番。y は x に比例しって書いてあるでしょ？で、これが書いてあった時点で、1番比例使ってねって言ってんの。先生が。比例を使ってくれと。だから、y イコール ax を使ってやろうぜって思ってください。1番はね。で、x が3の時に y がマイナス12って言ってくれてる。だから、x のとこに3入れて、y のとこにマイナス12入れちゃえばいいじゃんって。で、それ通り入れていくと、こっちマイナス12ね。で、a3 になるんだけど、これひっくり返してちゃんと 3a にしてください。で、こうなる。a×3 だからね、3a になると。じゃあ見にくいんで、これ入れ替えましょう。左に文字があったら分かりやすいからね。で、前勉強したように、こっちとかさ、こっちに移行したとき、符号変わるじゃないですか。例えば、このマイナス12、右側に移すとプラス12に変わりますよね。でもそうすると、こっちがマイナス 3a になっちゃうんですよ。別にそれでもね、全然解けますけど、って方はそれでもいいんですけど、文字にくっついてる係数、まあ、数字ね、は、プラスの方が結構計算ミスが減るので、この場合だったら、左辺と右辺、丸々入れ替えてください。これ、左側の左辺と右側の右辺、丸々入れ替えるんだったら、符号変えなくて OK です。これは数学としてのルールね、OK なの。だから、丸々入れ替えて、3a イコールマイナス12って書き換えて OK。で、a イコールにしたいから、両辺3で割ってください。3a の3が邪魔だからね。で、3で割ると、a イコールマイナス4です。マイナス12割る3だからね。で、a が出ました。で、問題によっては、a を求めなさいみたいな。y イコール ax って書いてあって、a 求めなさいだったら、これが答えになります。でも今回は、xy の関係を式に表しなさい。つまり式作れよって言ってるんで、この a、マイナス4をここの最初に戻す。そして、y イコールマイナス 4x、ここまで書いて答えになります。これで正解ね。いいかな？で、2番なんですけど、基本的にすごく似てるんだよね。y は x に比例しって書いてるから、あ、OKOK。y イコール ax 使おうじゃんって。で、x イコールマイナス4の時に y イコール10。だから、さっきと同じように入れてやろうぜって。こうだね。で、この場合、まあ、これほんと好みなんですけど、自分はね、さっきも言ったように、文字にくっついてる数字がプラスの方が好きなので、あ、これはこっち持ってきて持ってきた方が符号変わるから、もちろんね、丸々入れ替えて、こうやって、入れ替えてから、両方の符号を変える。例えばこっちのマイナスをプラスにして、こっちをマイナスにするって、これ OK だからさ。ってやってもいいんですけど、
まあ、こうやって持ってくる。まあ、これ任せます。で、4が邪魔なんで、4で割るでしょ。で、その時に、これ、10と4になった時、ある程度計算練習してくると、やっべ、割り切れねえって思うんですよ。数字、整数にならないんですよね。あ、分数かーってなった時に、もちろん、4で割るから、10割る4。ちょ、書こうか、ちょ、マイナス後でつける。10割る4だから、10割る4。前もやったように分数はこうなるから。だから、4分の10になる。ってやってもいいし、もしちょっとめんどくさかったら、分数になるって分かった時ね。文字にくっついてる数字が下に来るって覚えちゃってもいいです。ちょっとずるいって思うかもしれないけど、文字にくっついてる数字が下ね。だからこうやってなる。マイナス4分の10。で、約分すると、ちょ、こっち書くよ。2で約分して、マイナス2分の5ってなります。そうすると、さっきと同じように考えれば、このマイナス2分の5を A に戻して、こうなりますよね。y イコールマイナス2分の 5x と。で、式を作りなさいっていう話だったらこれで丸なんです。けれど、今回問題を読んでいくと、ここの後に x イコール6の時の y の値を求めなさいって書いてある。つまり式を求めなさいではないんだよね。で、このタイプの問題は、ほんと定期テストにほんと絶対って言っていいほど出る。ですけど、これは式を作る。1番ね、こっちは。でも2番は、ここまで式を作った後に、x のとこに6入れてごらんって言ってんの。この式にね。で、6を入れると、y イコールマイナス2分の5。で、ここ掛け算だからね、隠れてんの。かける6ってこうなります。x のとこに6を入れましたと。で、そうすれば、ここ約分ができます。こうやってね。まあ、これ1分の6って考えてね。で、分母は1になって消えてしまうので、y イコールマイナス5かける3だから、マイナス15となって、y の値聞かれてるから、これが正解になります。これで終了ね。つまり今、あと3番4番、また同じ流れでやりますけど、式を作り出されたら、これで終了。で、この2番みたいなタイプだったら、最初に出てきてる数字を使って式を作ります。作った後に、後ろの数字を代入して、で、片方の値を求めるっていう流れ。いいね。で、3番行きましょう。ちょっと狭くなってごめんよ。次は反比例です。だからこの2つを、まあ、どっちかを使っていくんですけど、で、x イコール6の時、y イコール2であるってなって、反比例の上に書いた y イコール x 分の a あるじゃないですか。で、これにね、y のとこに2、x のとこに6を代入してこうやってもいいんですけど、結局 a を求めたいんですよ。 a の数字が欲しいからね、こういう風に。そしたら a イコール x は知っておけばもはや書かなくてもいいよね。だって a イコール x かける y なんだもん。あ、6かける2か、あ、12ねみたいな。だからこういう時にすごく便利、a イコール xy はね。で、 a が分かりました。これもね、 y を x の式で表しなさいと言ってるので、A のとこに12を入れる。こっちじゃないよ。式はこっちね。上ね。Y イコールの方に戻すから、Y イコール X 分の12となって、これでも終了です。いいかな？つまり A の値を出して戻してあげればいいっていう感じ。で、今回あえて出題の仕方、書き方2個分けたんですけど、大体が Y を X の式で表しなさいって書いてあると思います。で、こう書いてあったら絶対に y イコールで答える。で、こっちの xy の関係を式に表しなさいって書いてあったら、これは厳密に言うと y イコールになってなくても丸になるはずなんですよ。はずなんですけど、比例反比例で式作りなさいって書いてあったら、もう基本的には y イコール、 y イコールで答えてくださいって思っといて、それで罰食らうことはほぼないから、いいかな。で、ちょっと見にくくなりますけど、ごめんね。4番こっから行こうか。では、反比例です。で、x がマイナス8の時に y イコール2分の5。こっちに代入するよりも a イコールで行った方が楽なので、そっちで行きましょう。a イコール、これかけます。x かける y。まあ、分数の時とかこの方が楽だね、絶対ね。で、これもマイナス1分の8って考えれば、ここで約分ができます。だから、マイナス4かける5になるので、a はマイナス20とすぐわかる。つまり、式が y イコールマイナス x 分の20となります。
この式に戻してね、上の方にね。で、その後読んでいきます。x イコール4の時の y の値を求めなさいと言ってるので、今出した式の x に4を入れてください。流れとしてはね。入れると、y イコール、ここに4ね。マイナス4分の20。で、これがね、4で約分できるから、y イコールマイナス5と、なって、これで終了となります。いいかな？で、この最後の4番なんですけど、ちょっとおまけで、もしよかったら覚えておいて。このね、a イコール xy を覚えてなくって、まあ、y イコール x 分の a、こっちで勝負しようと思って代入するじゃないですか。そうすると、y が2分の5イコール x 分の a だから、ちょ、あえてこうやって書こうか。マイナス8分の a とこうなります。で、こうなるとですね、結構ペンが止まる子が多いです。計算しにくくって。で、両辺マイナス8かけるっていうのが一番正解なんですけど、1個の技ね。これは俺が勝手に言ってる技なんですけど、分数イコール分数になった時、これは比例反比例だけじゃないです。この先ずっと使います。分数イコール分数になった時、罰掛けと言って、この罰掛けも俺が言ってるだけだから学校で言わないでね。ダメだよ言ったら恥ずかしいからね。罰掛けと言って、罰にかけるんです、こうやって。だから2と a をかけると 2a でしょ。マイナス8と5をかけるとマイナス40でしょ。こうやって計算できるんです。罰掛け。で、これ両方2で割ると、こっち2が消えて、マイナス40割る2でマイナス20。だから a イコールマイナス20ってこうか。ちゃんとなる。だからああやって計算もできます。いいかな？この分数イコール分数の時しか使えないんですけど、この罰掛け結構便利なので、よかったら覚えておいてください。では、今回はこの4問やらせていただきました。はい、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。絶対出るっていうことはね、本当は使っちゃいけないんですけど、でも絶対って言っていいほどね、今回の問題出てきますので、定期テスト本番でね、ぜひ得点取ってください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。